こんにちは、シンガーソングライター兼ボイストレーナーの有関凛です。今日は THE FIRST 合宿疑似プロ審査 SKY-HI さんのパフォーマンス&順位解説の動画を、リアクションしていきたいと思います。イエイ。はい、今回はリクエストのあった順位解説をちょっと見ていきたいと思います。確かにこれは大事、重要ですよね。ほんで、明日16の1かなを、また投稿していきたいなと思っていますので、今週は2本立てで一緒に見ていけたらと思います。イエーイ、やった。はい、順位解説じゃあちょっと見ていきましょう。楽しみ、行ってみよう。わっ、うん、ビーフリーとムーブオンのパフォーマンスを見てから見てねってことですね。いや、どんな感じですかね。ビーフリーの異様な、感動を巻き起こした感じはね、当日の現場本当にすごかったですね。で、何がねそんなにそうさせたのかなと思うと、あの一言で言えば揃ってるっていうことだと思うんだけど、揃ってるっていうのはね、フリーがただ揃っているというだけの話じゃなくて、感情の共有がとても丁寧ですよね。ここの振りのところはこういう風な気持ち、ここの曲のところはこういう歌詞でこういうメロディーだからこういう気持ちっていうのを全員が丁寧に共有できてたからこそのサビでの解放感みたいなとこなんだろうなという気がします。とかですよね。てか、まあ、ソータとレオがやっぱりこれ見てても空間把握能力がめちゃくちゃ高いですね。あの縦とかがずれると、あの偶数は特に神明がないから一気に汚く見えるんですよ、うん、まあ、特に自分上から見てたんでね、ホールアリーナ、ね、ドームっていう風に大きいところでやっていってほしいのを考えると、うん、あのそこは見えていて、すごい先を見ているですよね。だからレオは驚きましたね。あの前日まで、まあ、めちゃくちゃ、まあ、番組でもあのこれでもかっていうくらいレオ悩んでるみたいなの出してましたけど、まあ、確かに一番悩んでる人ではあったと思うんですけど、うん、そうだったんですね。一番位置がよく見えてましたね。なんだろう、例えば三次審査みたいなね、一日だけで振り入れたあれみたいなのに少し気が生えたみたいなパフォーマンスになる可能性もゼロではなかったわけなので、確かにあのそれをね、感動が違うかったですもんね。クオリティまで持ち上げたのは間違いないですね。レオとソータですね。あとちょっとソータはぶっちゃけ不利かなと思ってたんですけど、今までに一番できてなかったタイプのラップを意識的に与えられ、今までで一番やっていなかった表情を詰め込まれた楽曲を与えられしかも偶数でちょっと目立ちづらいだろうなと思ってましたけど、ビーフリーはね、最後のサビが来た瞬間にね、誰も何も言ってないのにね、なぜかあのカメラルームからね拍手が起こったりすごい、ソータのラップ明けですよね。最後のサビグワッと入った瞬間に、まあ、明かりがグワッとなってみんなでこうグワッといかの瞬間ですけど、あれはあのよく作ってくれたなと思います。楽曲には人と同じように感情があるわけですよね。バースだったら A メロだったらこういう感情、 B メロだったらこういう感情、サビだったらこういう感情、歌詞とメロディーと全てによって構成されるものだと思うんですけど、その感情をまず全員が共有し、その感情の一番爆発するパートをしっかりとこなすというのは、まあボーイズグループのラップ担当、ボーイズグループのラッパーはやっぱりこういう曲みたいな立ち回りはどうしても多いので、なんていうんですかね、感想にそろっと出てくるみたいなやつね。確かにそういう感じで感想にそろっと出てきて構成されてますよね。仕事してあのまた引っ込むみたいなサビは一切歌っていないみたいなことって出てくるんですけど、あの、まあ、そこ象徴的でしたね。一番気をつけなくてはいけないのは、評価と順位は別っていうのは何回か言ってるし、例えば番組でも何回か言ってると思うんですけど、評価が上がってる、順位が下がってる、順位が下がってるけど評価上がってますよとか、いうことを何回か言ってる人がいると思うんだけど、シュント君とか言われてましたもんね。順位をね、上の方にするのが正解か正解じゃないかっていうのは、単純なオーディションサバイバル J はなくて、これが育成プログラムだから、我々つうか俺はずっと考えなきゃいけないところで、1位の人は今の形の努力が正しいんだ、今進んでる方向は正しいんだっていう太鼓判を押されたことにもなるので、割と気をつけなきゃいけないんですけど、ソータはそこがあまり心配ないですね。どういうアーティストになるか、まあ、5年後とか10年後とかにマイクを持ってラップをして、どのくらいの普通な方になってるのかっていうのが一番見えやすいタイプのアーティストなので、あのあんまり心配ないですね。技術をただ詰め込んでいけばいいだけ、技術レベルとしてはまだまだまだ欲しいですけど、まあそれは基本的に全員そうなのでね、最低レベルにしてって言われてましたもんね。B フリーで一番衝撃を受けたのはマナトですね。口から音源っていう言葉ありますけど、デビュー前で口から音源みたいな人初めて見ましたね。
とんでもないですよ、化け物だなと思いました。ただその化け物アーティストなのに3位っていうのがちょっと自分的にはあのなんだこの人はってマナトがなってないことが悔しいのは正直ありますね。それはやっぱり多分あの表情だったりあのアクセントだったりちょっとエッジ立ててみたりとかアタックバッて強くしてみたりとかそういったすごい美味しい料理なんだけど最後の塩コショウとか一つだけ足りない感じがすごくもったいないですね。それだけあったらもうだから何でしょう他の、うん、ルイとかがやってるレッツゴーベイベーみたいなやつとかもそうだけどなんかここ見せるとこみたいなのが一瞬スパッて入るだけで確かに今の方があるっていうのは分かりますよね。どの審査やっても1位になるようなポテンシャルなだけになんかこうもどかしさを感じ迷いましたね。それが見られないから下の方の順位って今回してもいいのかもと思ったけどさすがに3位以下は無理でしたね。3位以下は無理もやばい。参加者の方が違和感感じると思いますね。まあルイはあの唯一本番でルイが見せてた素晴らしさがそのまんま一番伝わってる人なんじゃないですかね。やばかったもんルイ君、まあ、B3 恋愛の歌にも聞こえるもので、まあ、で当然その彼らがオーディションの時に置かれている状態とかとこうリンクして、飛ぶものにはしたかったので、うん、当然そういう気持ちで書いてるんですけど歌詞の解説みたいなのは僕からしてないですね。それしちゃうと なんかあのもったいないというか自分で理解しないとか書かれているものに対して、これはどういった感情で生まれているものなんだろうっていうのを、うん、すごくちゃんとこう咀嚼自分で咀嚼しようとしてするのと咀嚼しなさいって言われてするのとで全然意味が変わってくるので基本的に言ってなかったし、ただその中でこれってどういう意味ですかとかあの、まあ、英語の意味聞いてくる人が本当に多かったのはちょっとなんかあれでしたけどでルイがまあ聞いてきたんですよね。これどういう気持ちで歌えばいいですかねっていうのを聞いてきたんで、あの例えばこの君っていうのはあの人によってはあこういったこうあの素敵なあのなんだろう恋人がいたりとか親がいたりとかいうのあると思うんだけど、この歌詞の内容だったら誰とこう窮屈な日常を超えて自由になりたいかって言ったら今一緒に頑張ってるメンバーが今隣にいたりするじゃん、それってすごいリンクしないっていう話したら、だから君はその君が言うその君っていうのは隣にいるメンバーのことを言ったら多分説得力が出ると思うよっていうような話をしたんですね。そしたらなんかあの顔をしてました。これは本当に分かったのかって思ってたんですけどあの完全に分かってたみたいですね、うん、歌で証明してくるジュノンはもう、まあ、分かるよね。でも歌がすごい歌がすごい良かったですね。やばかった。正直そのカメリハサウンドチェックみたいなとこでマイクに声を通しながら歌ってもやっぱりちょっと震えちゃうしブレちゃうし動いてるから音楽膜揺れるし当然なんですけど、これ大丈夫かなと思ってましたけど、最後の本番が一番良かったですね。ジュノンはなんでなんですかね、放送に使われるからいつか言ってたと思うんですけど、あの多分ねこの人はねすごく骨が綺麗なんですね。骨格がものすごく素敵な綺麗な形をしてるんだと思います。で姿勢がいいってわけではないんですけど、パッと人が見た時に美しいなかっこいいなと思うような形を常にこう手足がすることが多いので、確かにめっちゃかっこいいですね。ダンスの綺麗な形を入れるっていうことに関してのみはすごい苦労してますけど、あのそれは引きで見た時じゃないです か特にカメラ向きですよね。よりになった時何向きにならないじゃないですか。確かにムーブオンの方に行きますか。しかしこの曲とこのコレオはかっこいいですよね。まあ実際に曲がかっこよくてコレオがかっこいいというふうに、自分が見てても思うということは、まあ、インパクトが強いということは、あの当然こう普通にやったらあの高い評価を集めがちなんですけど、なので何をこう軸に見るかっていうと、一番は、まあ、B3 がなんで素晴らしかったかっていうと、あの揃っていたっていう話しましたけど、そう揃うっていうのは、ね、一口に揃うっていうのは平面上で見た振りの揃いと感情の揃いと、あの様々な面がありますよね。ムーブオンはどうしても最後までやっぱ揃いはしなかったですね。個々として見ると全員かっこいいんですよ。個々として見ると全員かっこいいんですけど、全体でここに焦点当ててここを盛り上げよう、ここを全体でこういうふうに盛り上げようっていうテンションで、やれた人はちょっと少なかったように思いますね。今誰がどこの位置にいるっていう意識共有、どこの場所で感情を一番爆発させるっていう意識共有みたいなものはもうちょっとこうあったらもっと良かったですね。ただまあ根本的にデビュー前とか関係なく普通にこのパフォーマンス自体がかっこよかったので、
無理やり勝敗をつけるなら、まあ、ビフリーっていう風になってしまうんでしょうけど、うん、まあ、竜兵は基本的に本当に楽曲がどういう表情を持ってるのか、楽曲がどういう感情なのかっていうのを、まあ、丁寧に表現する方ですけど、やっぱ合ってましたね。ムーブオンは非常に、まあ、位置とかもそんなに目立つ位置にしてないんですけどね、すごく目を引きますね。目引きました、まあ、丁寧、型も入ってますし、振りにニュアンスを入れるっていう作業ってその前の段階でものすごく丁寧に振りを入れる必要があるんですね。それをこうやらないと、ただ振りを崩したっていう状態になって、で、振りの正しい形が完全に体に入っていて、その中で全員が入っていて、その中で自分だったらこういうパフォーマンスはこういう楽曲の表情でこういう風に表現するなっていうのを足していく最後の作業がニュアンスなので、振りが完全に入んない状態でそれをやってしまうのはただの崩しになってしまうんだけど、まあそういった崩しがないのは本当にさすがですね。ここまでニュアンスが入っていて、両機の場合こんくらいから分かんなくなってきましたね。いい意味で、前回くらいまではやっぱこういう表現をやろう、こういう顔を作ろうっていう、こういうのが見えたのは少しこう表現としては方向性が少しまだ正しいことで、あくまでも自然に見える感情の流れの中で表現表情だったりが入ってくるからこう素晴らしいのであって、で、まあ、特に歌なんてね、シングライクトーキングとはよく言ったもので、喋りの延長ではなくてはいけないので、歌もラップも自然であること、力が抜けてることっていうのは非常に大事なんですけど、ムーブオンに関しては自然にやったら力は抜けないわけじゃないですか。まあ、彼はこういう風に歌ったら入るだろうなと思ってやったんですけど、静音してもなおこのピッチの上ずりだったりするんだけど、まるでそれが正解だったかのようなね、まあ正確と合ってたって言ったらそれまでですけど、まあ完全にこの曲をここまで違和感なく、表現してもらえたなら、うん、いろんな才能あるなと思いましたね。下手したら12人の中で一番ラップのセンスあるのは良気なんじゃないかな。そしてシュントですよね。まあシュントはもう純粋に面白いですね、この動画、個人がめちゃくちゃにかっこいいので、実際に二次審査の時に彼に、そうですね、僕も君のファンになりましたなんて言ってたけど、あれまあ本気ですよね。振りは作るし、メロは作るし、だからすごくこう天然の原曲ブレイカーではありますけど、あまりもう気にならないですよね、ここまで実際のパフォーマンスがかっこいいと。ただ一回まあ、ここまでそのパフォーマンス自体がかっこいいので高い順位を上げるということ以外にしようがなかったんですけど、一回ちゃんと言う必要があるなとは思いました。振り入れの時だったりレコーディングの時だったりにも本当に顕著だけど、自分でもうメロや振りを作ってしまうし、当たらないのでね、どうしてもピッチが、それはなんかその状態で、まあでもパフォーマンスがいいからなでやってったら成長が早い段階で止まってしまうのすごくもったいないですね。17歳でここまで才能を持ってるんだから、今こそ地形をしっかり固めたらとんでもない存在になるので、一回ピッチを正しく当てるということの気持ちよさだったり、ダンスのこれを元の型をまずしっかり入れて、そこからもうそこからはみ出そうと思えばいくらでもできる方なので、一回そのなんか必要なまでな丁寧さを絶対に入れてほしいですね。それやったらもうとんでもない存在になるのがもう目に見えてるのに、今週来週の放送とかもやっぱりみんなそれぞれもう合宿ラストなんで、今まで言われてる課題を解決しないといけないですからね。特にまあ今週よりはまあそういうんだと、ちょっとザ・ファーストは今週来週、つまりまあ合宿が終わるタイミングとかは本当に何だったのか分かるでしょうね、ザ・ファーストが。そしてまた難しいのは翔太ですよね。翔太はこれひょっとしたら上で見てないと分かんないのかなと思ったしましたけど、いやこのパフォーマンス動画見てもやっぱり立ち位置はやっぱりずれますよね。で立ち位置っていうのはそのずれるもん、ずれやすいもんなんですよね、経験値。その集団で踊るという経験がないと、まあ迷いみたいなものはねすごく伝わりました。それはさすがにアーティスト経験が長いので、まあ、それこそこうカメラで見たやつでね、カメラに向かってラップや歌を
もうパフォーマンスしてる時とかには一切そういうのは出ないですけど、まあ、実際楽しいし好きなんでしょうね、満面のという感じですけど、次ランに関してはね非常に迷いました。普通にダンスが上手いのは知っていたし、そういった意味で、今まで言っていたような立ち位置上の問題だったりとか一番不安がなかった方でもあるし、歌を頑張ろうとしているその努力の方向性自体も決して間違ってないのですごい迷いましたけど、まあランも若干声音に救われているところもあるので、ミックスに救われているところもあるのであれですけど、特に楽曲の力強さと相まってね、マイクに今声入ってたかなみたいな瞬間はちょこちょこありましたね。そう、自信って回だと持てないの。だからランに関してはここで一回でもなんか俺ね逆にそれの方が自信なくすのかなって思っちゃったんだよね。やっぱりパフォーマンス終わった後に本人が一番分かってるので、他の人と比べて今あんまり歌ちゃんとできなかったなみたいなの思ってる時って絶対にあるので、そこでなんか何でしょう、順位上の方にしてしまうのって多分ね頑張ったでしょもらったみたいな気持ちになっちゃうと思うんですよね。それはなんかすごく思いました。もう待つしかないです。ランに関しては課題はもう本当に歌いながら踊ることを繰り返すしかないですし、それこそその順位が下なのに努力の方向性としては全くもって正しいことをずっとしているという感じなので、これはね待ってほしいですね。合宿最終が終わるまであと1週間どうなるのかという感じですけど、もう待つしかない本当にというのを感じてもどかしかったですけどね。天の脱落っていうのは当然考えてなかったので、一番はねこの状態で天がこの状態でグループのメンバーを選んで、デビューさせるってなったら天が入るパターンって超いっぱいあるんですけど、こっからおそらくデビューしていってそれぞれがそれぞれの形で成長していくわけですね。そして、グループとしてもそれぞれの形を持っていくわけですね。多分ね2年以内くらいでこの形でデビューした場合は天が一番苦しむと思いますね。自分だけなぜ伸びないのだろうとか、まあ、合宿の1週間で感じたことをもっと大きなレベルで2年後3年後感じることになります。ボーイズグループのラッパーっていうのはいっぱい出てきます。もしも今回作るボーイズグループが僕が思ってるように本当に世界的にものすごい大きなグループになったとしましょう。そうなった時のラッパーっていうのは本当に、今もうそれこそ K-POP のボーイズグループのラッパーって言ったらまあ、自分みたいな本当にアンダーグラウンドの人たちと一緒にやっても普通にこっちの方がラップの技術だったら上だよねとかアティチュードが上だよねみたいな人がゴロゴロいるところに放り出されてしまうわけですね。その時に自分としてのスタイルが一個ないとものすごい苦しむことになると思います。ラップ担当っていう言葉に逃げるのは2021年にデビューする少年としてはものすごく危ないですね。今2曲がバズっている状況を見てどう思いますか？こうなると思ってやっていたのでよしという気持ちはありますけど、まだもっといかなきゃいけないので今週来週が本当に勝負だなと思ってます。特に来週はあれでもあるんでね、夏休みも入ったりしてくるんでね。ありがとうございました。では切りますよ。ありがとうございました。これあれやったんや、ライブやったんや。終わった。もうなんかあんまりコメントできずわーって感じだったんですけど、ここに書いときました。あ、多分はい、そうですね、何なんだろう、本当に一人一人がどういう風に見られていてどういう順位付けになったっていうのが分かったし、これを含めて次のやつ見ていったらなんかきっとあなるほどねみたいな感じになっていくんかなっていう感覚です。やっぱりスカイハイさんについていくって感じになりました。みんなもきっとそういう気持ちで BMSG をちょっと応援してるんやろうなっていうのがまたさらに分かりました。ということで次は明日16の1を投稿していきたいと思います。それでは今日もありがとうございました。シンガーソングライター兼ボイストレーナーの有崎里でした。バイバイ。